やっぱり最後やってみないとわからないんだという話をしていました。勝ったチームが強い、そんな話をしていた。しかしこの3キロあっという間にタスキを今取りまして、これから第2中継所、浅川キャプテンから3区の広田裕樹3年生にタスキリレーがまず先頭で行われようとしています。今タスキが渡りました。男子は3区に入っています。西脇工業高校が先頭でタスキリレー、そして須磨学園が続いていきます。2区福田健志から3区宮本海に今タスキが渡りました。男子は第3区に入っています。そしてその後やってきたのが辰野高校。辰野高校が今タスキリレーが行われました。3人のランナーが第3区に入っていきます。